3人暮らし。はい、こんにちは、山田です。今日なんですけれども、北上金ヶ崎パーキングエリアに行ってみようと思います。僕まだ食べたことないんですけれども、北上コロッケっていうのがあるらしいんですよ。北上コロッケ結構美味しいらしいんで、どういうもんなのかちょっと食べに行きたいと思います。家から近いんで高速に乗らずに行けるところがあるらしいんで、それも含めちょっと行ってきたいと思います。それでは行ってきます。今日一緒に行ってもらうのはジャングル大西くんです。よろしくお願いしま す。お願いします。ちょっとわからんな。ちょっとわからんよね。大堤の方から一旦行けるっていうのを聞いたことあるんだよ。北上の大堤、大堤、ね、行ったらその下から入れる車のゾーンがあるらしい、ゾーンがね。ちなみに北上コロッケは食ったことはないな。ないよく見るけど、なんかね、意外とパーキングエリアのコロッケ美味しいっていう情報が。美味しいね、確かに。俺あのサービスエリアのどこだっけな、スゴーかな、はいはい、スゴーパーキングエリア大きいところ、うん、あそこのなんかのコロッケもすげえうまかったもん。へえ、うん、なんたら運動公園、北上なんたら運動公園ってとこから入ってくって言ってたような気がする。一旦じゃあ北上の方に行って、そうこっちからだとって言ってたね。はいはいはい。セブンか。なんかお寺がある、右手側にお寺。コンビニの店員さんに聞きまして、道が分かりました。行ってみようと思います。北上湘南高校は、そうで湘南のとこずっとまっすぐ行ったりとかでしょ。ファミマを、ファミマ左、ファミマ左でしょ。うん、うん、イージロが現れる。これをずっともう高速の道なりに行ったら、うん、だから駐車場が近くにある。あ、ここだ。あれ、パンパンだな。パンパン、あれ混んでる。来ました、パーキングエリアですね。はい、北上金ヶ崎パーキングに着きました。コロッケ、こちらになります。これ1個180円ですね、売ってました。揚げたてだそうで、食べてみたいと思います。おお、やっぱ里芋ですね。じゃがいもとは違いますね、やっぱり。あ、うまっ。あ、うまいな、うまいわこれ。ちょっとアスパラも入ってるのが分かりますかね。アスパラの味もしますね、ちょっと。いただきます、はい、いや、じゃがいもじゃないよ、確かに。ゴロッとした感じないよ、じゃがいもの。むしろどっちかというとちょっとクリーミーな感じよ ね。面白いよねこれ。確かに色も里芋の色しとるわ。うん、これはこれでいい ね。うまいよね、これ。あんまりこう肉肉しい感じもないやん、うん、確かに。そのコロッケ感が、うん、ぜひあの、ね、はい、北上コロッケを食べに来てください。複雑ですけど、来るまでの道は皆さん自分で調べながら来ていただければと思いますね、はい、うまっ。これはうまい。今日は北上コロッケをご紹介させていただきました。北上金ヶ崎のパーキングエリアの上り下りどっちでも売ってるそうなので、よかったら皆さん食べてみてはいかがでしょうか。高速道路に乗らなくても僕が行った感じで行けば買えます。他のお土産なんかも買うこともできますね。ちょっと行きづらいかもしれないです。ちょっと分かりづらいところなんですけど、まあ行けます。まあ、B 級グルメ的なものも紹介していけたらなと思っております。それではまた、ありがとうございました。そして、ドクター2暮らし、チャンネル登録、よろしくお願いします。